どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、東北ブロックの6件、特に2020年度の問い61から70までの解説をしていきたいと思います。過去問に関してはですね、下の概要欄からダウンロードすることができますので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。では、問い61見てください。次の記述は、呼吸器系に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。はい、A は正解ですね。そして B ですね。肺胞の壁を介して心臓から送られてくる血液から酸素が肺胞器中に拡散し、代わりに二酸化炭素が血液中の赤血球に取り込まれてガス交換が行われておりますよというところなんですけど、ここは酸素と二酸化炭素が逆であれば、正解となりますので、酸素と二酸化炭素、ここを逆にしていただければ正解となりますので、そこが違いますね。はい、そして C は正解。そして D です。咽頭は発声器としての役割もあり、呼気で咽頭上部にある声帯を振動させて声が発せられますよと言ってます。はい、ここを気をつけていただきたいのは、ホワイトボードにも書きました。咽頭と、それから喉頭の違いですね。はい、ここ、咽頭ではなく、喉頭であれば正解になります。なので、咽頭と書いてあるのは2箇所ありますね。咽頭は発声器としての役割もあり、呼気で、咽頭上部のところの2箇所ですね。そこが、喉頭であれば正解となりますので、なので、咽頭というのは、あれですね、扁頭、風邪ひいた時にですね、あーしてくださいとかって言った時に、あー腫れてますねとかっていうところが、扁桃のところ、になりますので、そこの扁桃があるのが、咽頭になります。なので、今回は、喉頭。喉頭は、このように発声器の役割をしている声帯があったり、あとは、ここの喉仏のところですね、そこのところになりますので、そのあたり、咽頭と喉頭の違い、十分に気をつけておきましょう。はい、ということで問い61は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い62、肺、心臓及び血管系に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。はい、 A ですね。肺でのガス交換が行われた血液は心臓の右側部分、右心房、右心室に入り、そこから全身に送り出されますよと言ってます。はい、右心房、右心室、右側部分ですね。はい、こちらにちょっと書かせていただきました。右側部分、心臓の右側部分というのは、全身にじゃなくて肺の方に送っておりますよね。なので、こちら、肺でのガス交換が行われた血液はというところでいきますと、肺でガス交換が行われた血液というのは、こちら側ですね。左側部分の方に入って全身の方に行きますので、ここ右ではなく左と直していただければ、それぞれですね、左と直していただければ正解になるかなと思います。はい、ということで、A は誤り。それから B ですね。肺自体に肺を動かす筋組織があり、自力で膨らんだり縮んだりすることができますよということで、ね、こちらは誤りとなります。B は、肺は自分で膨らんだり縮んだりすることができずに、肺はですね、肋間筋や、それから横隔膜の働きによって、膨らんだり縮んだりすることができますので、B は誤りですね。はい、そして C、血管壁にかかる圧力は通常上腕部の静脈で測定されますよとありますけど、これ静脈ではなくね、動脈になります。はい、なので、このようにですね、上腕部のところですね、の静脈じゃなくて動脈だよというところを押さえておきましょう。はい、そして D は正解なので答えは4番となりました。では次に行きましょう。問い63番です。次の記述は血液に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、2番が正解となります。A と C ですね。
じゃあ、B はどこが違うかというと、リンパ球はリンパ節、脾臓などのリンパ組織で増殖し、細菌、ウイルスなどの異物を認識する B 細胞リンパ球とそれに対する抗体を産生する T 細胞リンパ球と書いてありますね。はい、こちら、リンパ球なんですけど、皆さんリンパ球なんとなく大丈夫でしょうか？ね、何かというと、ちょっとこちらにも書かせていただきました。赤血球ではなく白血球ですね。白血球の仲間として、好中球、好酸球、好塩基球などがおります。ね、皆さん特に登録番号で覚えていただきたいのは好中球。それからあとはリンパ球、胆球などが存在しております。で、そんなリンパ球の仲間として、今回ここにある T 細胞リンパ球、B 細胞リンパ球というものがございます。で、それぞれの働きですね。はい、ここ最近少しずつここのところも出るような傾向がありますので、ぜひぜひですね、押さえておいていただきたいなと思います。で、B 細胞リンパ球というのは抗体を作っておりまして、そして T 細胞リンパ球というのは直接ウイルスなどの異物をですね、認識してやっつけてくれるような役目がございます。なので今回ここでは B 細胞リンパ球と T 細胞リンパ球が逆になれば、正解となりますので、B は誤りとなります。はい、ということで大丈夫でしょうか。では次行きましょう。今度は C は正解ですね。そして D です。フィブリノゲンは血液の浸透圧を保持する働きがあり、ホルモンとか医薬品と複合体を形成しと書いてありますけど、はい、これフィブリノゲンではなくアルブミンであれば正解となります。はい。フィブリノゲンというのは、これ血液を固める、血液凝固に関係しているものだったと思いますので、そこのところでもう一回ですね、復習しておきましょう。ということで、問い63番は2番が正解となります。はい。では次、問い64番です。泌尿器系に関する以下の記述の正誤について正しい組み合わせはどれかという問題ですね。はい。答えはこちら、4番が正解となります。はい。A とか C、D は正解ですね。B のところです。糸球体から1本の尿細管が伸び、そして腎小体と尿細管で腎臓の、基本的な機能体、ネフロンを構成しておりますよ、ということで、ここ糸球体ではなく、ボウマンノウであれば正解となります。はい、ということで、ここもですね、ちょっと糸球体とボウマンノウをね、ちょっとイメージしていただきながらですね、押さえていただくといいかなと思います。はい、ということで、問い64番は4番が正解でした。はい。では次行きましょう。問い65番です。次の記述は目に関するものである、正しいものの組み合わせはどれかというところで、はい。答えは2番が正解となります。では、A と D は正解で、B は何が違うのかというと、目を使う作業を続けると、眼輪の疲労のほか、遠近の終点調節を行っている硝子体の疲労などが起こりますよ。はい。これ硝子体ではなく、こちらは、毛様体であれば正解となります。はい。なので、毛様体ですね。硝子体ではなく毛様体というところで直しておいてください。はい。それから今度は C です。接眼炎とは、紫外線を含む光に長時間さらされることによって、結膜の上皮に損傷を生じることでありますよ。で、こちら、結膜の上皮ではなく、角膜の上皮となります。はい。ということで、結膜というのは、あれですよね、眼瞼の裏側にある、赤ん兵したとかするときに、見ているのがね、ごめんなさいね。赤ん兵とかしてるときに、見ているところ、見せているところが、結膜になります。ね、眼瞼の裏側にあります。そして角膜というのは黒目のところですね。黒目のところにあるのが角膜になりますので、そこが紫外線が当たりますと、接眼炎とか雪目というね、炎症症状が出てきますので、知っておきましょう。はい。で、D は正解。ということで、問い65番は2番が正解となります。はい。では次行きましょう。問い66番です。次の記述は、鼻及び耳に関するものである正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えはですね、3番が正解となります。A、違いますね。鼻腔に隣接した目と目の間と、いろいろ書いてあります。そして、それらを総称して副鼻腔というが、鼻腔とはつながっていないとありますけど、副鼻腔は鼻腔とつながってますので、なのでね、鼻腔のね、副という形で、漢字書いてありますので、副鼻腔と理解しておいていただければと思います。はい。そして B は正解。そして C はですね、中耳は、
聴覚器官である蝸牛、そして平衡器官である前庭の2つの部分からなりますよとありますけど、はい、こちらは内耳であれば正解ですね。中耳は鼓膜、鼓室、耳小骨、耳管という4つのところで、皆さんキーワードとして覚えておいていただきたいところだったと思います。そして外耳に関しては耳の出っ張っているところですね。それからあとはこう耳くそをほじくるところ、そのあたり外耳道ですね。あとは耳介とか、そういったところが外耳というものになりますので、中耳と内耳のところ、特にこの2つの違いについてしっかりと押さえておきましょう。はい、ということで問い66は3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い67番です。外皮形に関する以下の記述のうち誤っているものを選びましょうということで、誤っているのは1番が誤っております。はい、メラニン色素は真皮の最下層、真皮ではないですね、こちらは表皮の最下層になります。はい、なので、表皮というところですね、真皮ではなく、一番最初が表皮、その次が真皮になりますので、真皮の最下層にメラニン酸性細胞がございますので、そこが、肌をちょっとこう黒くしたりとか、そんなような役目があります。はい、ということでそこが誤っている内容となりますので、問い67、1番が誤っている内容となります。はい、では次行きましょう。今度は問い68番です。骨格系及び筋組織に関する以下の記述の整合について正しい組み合わせはどれかというところで、問い68、答えは1番が正解となります。はい、 A は正解、 B ですね。骨は生きた組織であるが、成長が停止した後は破壊と修復が行われなくなるとありますけど、成長が停止した、要は身長の伸びるのがね、止まった後もね、破壊と修復は繰り返し行われておりますので、 B は誤りとなります。はい、そして D です。平滑筋及び心筋は体性神経系によって支配されてますよとありますけど、こちら体性神経系ではなく自律神経系によって支配されてます。はい、皆様、自律神経系、体性神経系は大丈夫でしょうか。私たち中枢神経系、ちょっとホワイトボードを見ていただきますと、中枢神経系というのは脳と、それから、脊髄だったと思います。脳と脊髄ですね。はい、そして末梢神経系というのは今出てきた体性神経系と、ちょっと略しますね、体性神経系と、それから自律神経系に大きく分けることができたかなと思います。はい、で、体性神経系というのは、例えば運動神経系とかね、それから知覚神経系のところに該当しますし、それから自律神経系というのは交感神経系、副交感神経系だったと思いますので、そこのところですね、その筋肉、何によって支配されているのかというところを、必ず抑えるようにしておきましょう。はい、なので、ここですね、例えば骨格筋であればですね、体性神経系の方にね、よって支配されてたりもしますので、なので、ここの違い、ちゃんと、確認しておきましょう。はい、ということで問い68は1番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い69番です。材形に関する、問題です。正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら69は2番が正解です。はい、A は正解、 B ですね。経口液剤は固形製剤よりも飲み込みやすく、服用後緩やかに消化管から吸収ではなくないですね、速やかに早く吸収されていくことが特徴なのが経口液剤のタイプになりますので、 B は誤り。それから D ですね。クリーム剤は有効成分が適応部位にとどまりやすく、自ら遮断した場合、これはクリームではなく軟膏の記述となりますので、軟膏をねベタベタして水で洗い落としにくいですよね、というところをイメージしておいていただければ大丈夫かなと思います。はい、ということで D 誤りなので、問い69は2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い70です。括弧内に入るべき軸の正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、こちら交感神経系、副交感神経系のとこですね、ノルアドレナリン、アセチルコリンというキーワードしっかりと押さえておいていただき、そこからじゃあ、各、神経が各臓器にどのように働いていくのかというところでは、動向、それから心拍数というのがありますので、ここのところをしっかりと確認しておきましょう。はい、ということで皆様、ここまで大丈夫だったでしょうか。こちらではですね、第2章の内容についていろいろやっておりましたので、ぜひぜひですね、ここ苦手とされる方も多くいらっしゃると思いますので、
ので、復習をですね、しっかりとしておきましょう。はい、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひ、LINE アットなどにもですね、登録していただきますと、いろいろ試験情報だったりとか、あとは、質問などもですね、いろいろお受けしておりますので、無料ですので、ぜひぜひご利用いただければと思います。はい、ということで本日も皆様、動画見ていただきまして、ありがとうございました。